こんにちは、ひろじいです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の動画は、前回の動画の続編になります。よろしかったら、前回の動画も見てくださいね。私は今、小萩山稲荷神社のそばに作られた、草原のテラスから下ってきて、田野原温泉にある貸切湯に向かっています。時間は14時前。まだ昼を食べていないので、先に食事にするか迷いましたが、風呂の誘惑の方が強かったのです。これから訪れる貸し切り家族湯は、田野原川沿いにある宿、大老館、が営んでいます。この宿は、風天の虎が巻き起こす人情映画、男はつらいよ、の21作目のロケ地ゆかりの宿で、貸し切り家族湯は、笹の雫、と言います。この貸切湯には、一人で入るには贅沢すぎる広さの、焚き火の露天湯があり、楽しみにしていました。それでは、男はつらいよという看板が掲げられた、かやぶき屋根の田野原温泉バス停から、宿までを歩いて、辿ってみたいと思います。このバス停の横の道を、川に向かって下っていきます。道路を挟んで、湯の迫という旅館がありますが、こちらでは、ホタルのシーズンには、家族湯や露天湯から、ホタルの姿を見ることができるようです。田野原川に架かる橋まで来たら、手前を右折して川沿いの道を行きます。貸切湯は、この橋を渡った先にありますが、受付は、宿のフロントになります。映画ゆかりの宿だけあって、絵看板が川沿いに建てられています。故人夏見清が演じた風天の虎の顔出しパネルです。玄関を入ると、左手に受付があります。玄関を入って、声をかけますが応答がありません。宿が開く前の準備に忙しいのでしょうか。仕方なく上に上がって、呼び鈴を鳴らしました。奥から声がして、ご主人が出て来られました。滝の見える露天湯をお願いすると、今は使用中で、30分ぐらい待つとのこと。ご主人とロケの話などしながら、時間を潰していましたが、部屋が空いたので向かいます。貸切時間は1時間ですが、かなりアバウトで、ある程度お客さんに任せてるようですね。泉質は、ナトリウム、塩化物、硫酸、炭酸水素塩泉、とかなり長い呼び名です。源泉温度が約60度ですから、今の季節は、加温も加水も必要ない、正真正銘の源泉かけ流しでしょう。こちらには、内湯が4部屋、露天が2部屋と、合計6部屋の貸切湯があります。一番奥が、焚き火の部屋、明神風呂です。札を入浴中に直して、中に入ります。内鍵を忘れずにかけましょう。脱衣室は、4畳くらいの板張りの床に、カーペットと足拭きマット。脱衣カゴは3つ。脱衣室から浴場への出入りは、すぐ浴槽と排水口があるので、足元注意です。洗い場は2人分。シャワーは片方だけについてます。浴室の一角が開放されていて、その先に滝があります。流れ落ちる滝の音が、心地よいですね。貸切湯としては、
別格の広さだと思います。それではこの大きな風呂を独り占めで心ゆくまで楽しみたいと思います。かけ湯で体の汗を流し、体を湯になじませてからいざ入湯。湯口からはかなりの量の湯が注がれていますが、気温は40度あるかなといった感じです。熱湯好きな人には物足りない温度でしょうね。滝側から見るとこれだけの広さがあります。一般的な大浴場の広さは超えています。よくぞこれまで大きな風呂を貸切風呂としたものだと感激してしまいます。湯は少し白みがかった透明、洋臭はなく無臭に近いでしょう。高さは座った大人の脇の下ぐらいで、お子様も安心して入れる深さ。後ろ手をついて体を伸ばしてリラックス。低めの温度なので、のぼせることなく長い時間入っていることができます。全体に屋根のかかった半露天なので雨風の心配はありませんが、気がかりなことが一つあります。素敵な借景となっている滝や緑の木々ですが、その上には道路があり家もあります。何人か人も通りました。女性は特に気がかりですよね。入浴の際には、滝には近づかない方が良いかも、です。この大きな露天湯の貸切料金は、驚くなかれ、1時間、2000円です。ぜひぜひ利用されてみてください。貸切時間も間もなく終わり、洗い場を片付けて、上がることにします。空いている部屋の撮影許可をいただきましたので、2箇所ほど紹介させていただきます。内湯の石風呂です。全体で6畳ほどの広さでしょうか。2方に大きな窓があり、明るい部屋です。こちらも内湯で、ヒノキ風呂です。部屋の作りは、先ほどの部屋とさほどの違いはありませんが、こちらは浴槽がヒノキ製です。こちらの内風呂の貸切料金は、1時間、1500円となっています。気温の低い晩秋や冬場は、内湯の方が良いかもしれませんね。とても良いお湯でした。炭酸水素泉の効果で、体がいつまでもほかほかしています。宿の方は、平日ならば一人宿泊も受けているとのことなので、今度は宿泊もしてみようかなと思います。ただいま午後3時半、遅い食事をしてから、家路に着こうと思います。近くの蕎麦屋さんは、昼過ぎに通った時は、満車状態でしたが、さすがに、この時間は大丈夫でしょう。さらに寄ってみます。営業は終了しています。あらかじめ予定して作っていたそばが、なくなってしまったのでしょうね。この辺りではよくあることで、仕方ありません。他の店も同じだろうと思いますので、もう帰ることにします。
真に車が止まっていました。引き返してみます。閉まってます。車は従業員さんのものでしょう。今度こそ帰ります。5時間という慌ただしくも楽しい一日でした。ホタルの飛び交う綺麗な川やロマンのある滝や草原、そして疲れた心を癒してくれる温泉、田の原温泉、なかなか良いところです。皆さんもぜひ立ち寄ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お元気で。さようなら。